ウルカーバクトチェルトですね。ここまで来たら、あとはミクトランの元を目指すのみだ。何としても勝つんだ。ミクトランに勝って俺たちの世界を取り戻そう。もうマジかよ。誰だよ、誰だよ、マジか、マジっすか。いや、まさかの、ちょっとここまで来て、ちょっと音声が取れてなかったっていう、クソみたいな状況が。ふざけんな、マジで、この、もう最悪だよ、もう。最悪だもん、この怒りぶつけるからな、マジで。もうこれラストだよな、絶対に。もうこれ最後だろ。絶対許さねえからな。マジで許さないよ。うーわ、なんだこの部屋、壁に人が埋まってる。これって棺桶、みんな死んでるってこと。この人たちはもしかして天井人なのか。触るな、我が民に触れることまかりならん。ミクトラ、とうとうここまで来たか地上軍め。かくなる上は決着をつけてやる。そう、お前たちにも因縁の深い神の目の前でな。神の目、望むところだ。思えば長きにわたるあの男との因縁、それも今日でおしまいにしましょう。ああ、今の俺たちならできるはずだ。若く勇敢なマスターたちとわしらならばじゃの。さあ、この奥にミクトランがいるぞ。奴の千年の野望もここまでだ。ミクトランの望む世界なんか認めてたまるか。そうだろ、ルーティー。当たり前でしょ、絶対にミクトランを倒すわよ。いいわね、フィリア。もちろんです。私たちの世界を再び平和に。ですわね、ウッドローさん。なんだよこれ。その通りだ。光ある私たちの世界を取り戻そう。この先はもう後戻りできない。みんな準備はいいな。俺様たちはソーディアンを持ってるわけじゃねえ。地上の人々を守るには本当は力不足なのかもしれない。それでも大切な者たちの生活を守りたいと思う気持ちは、家族を守りたいと思う気持ちは絶対に負けません。どんな小さな理由でもいい、自分を奮い立たせるだけの勇気を絞り出せ。ミクトランの野郎はもう目の前だぜ。これが最後の戦いだ。ミクトランに勝って俺たちの世界を取り戻そう。もう完全にあれじゃないですか、完全に来てるじゃないですか。もうあれだな、もう。もう本当におしまいっぽいな。どこ？そしてどこに行けばいいんですよ。ここ？絶対許さないからな。マジで、マジで許さないからな。編集終わってねえからな。あれ編集、あれ編集めちゃくちゃ大変だからな、あれ絶対に。ふざけんな。何時間さまよったと思ってんの、あそこ。あれを、あれを、ずれマジでふざけやがって。もう全回復しろ、全然もう飲め飲め飲め、どんどん飲め。ふざけんなマジで。あとあれも使う、あれも使う、ちょ全然使う、もうここで一気に使うぞ。よーし、タイトカーさん、タイトカー3手なんだよ。うわ、めっちゃ上がってんじゃん。フィールディー、よーし、攻略1、スタンダロ、ベルベーヌはなんだ、攻略。じゃあルーティーだ、お前マズルーティー、ローズマリー、若返っとけ、何でも全部フィレに積み込む。術防御力、スタン、よし、オッケー。熱率1、スタン決まってんだろ、これはもう。セボリー、回率1、はい、もうこれも、これもスタン。集中力、スタン決まってんだろ、これも。ブルーセージ、あげちったよ、マジで。で、これは攻撃力2、はい、これ上げる。はい。絶対許さねえ。マジで破壊しまくってるからな。対立にジャスミン、レッドセージ、これ、こう上げよう。
よーし、いい感じでウロウってきてんじゃないのか。マジで許さねえからな。これセーブしたいもん。行くに決まってんだな。行くんだ行く。もう今日発揮をしてやるもん。発揮をしまくってやる。禍々しい輝きを。お前たち外に広がる大地を見たか。緑あふれ陽光をきらめく美しき世界を。あれこそが天上界の真の姿だ。薄汚い地上とは比較になるまい。我が民も間もなく眠りから目覚める。天上界の本当の復活はもうすぐだ。光り輝く世界は地上に暮らすみんなのものだ。お前が作った偽物の大地なんかに独り占めはさせない。地上の民がほざきよって。ならば型をつけようではないか。我々天上人とお前たち地上の民、どちらが滅びるべきか、この場ではっきりさせてやろう。行くぞミクトラン。寄って寄るぜ。天井をたる私にお前たちごときが叶うものか。何言ってんのお前は。おまけ中根割ってんじゃねえぞ。よし、宝天空、宝天空、シンクレッツァン。あとなんだ、俺の新しい技、新しい覚えたぞ。よし、まあこれだ。よし、当てろ。よし、いいぞ。よし、一発目。よし、いいぞ。いけぶちかせ、俺たちの怒り。ずっと許さないからな。これとてつもない、とてつもないダンジョンで待ち受けただけではなく、お前そこらの草むらで待ち構えたらよかったものを、ややこしいことばっかり言うのって。俺は許さんからな。今言ってやるぜ。もうよけんじゃねえ。うりゃー、一発。ほいほいほい。よし、なんだその負けの感じの技は。よし、いくぞ、いけ、流せ流せ流せ、こいつ永久のどっかに海の底に流しちまえ。よし、全然当たってねえぞ。いけ、いいぞ。よし、こっちいい感じだ。やばいぞ、撃とろ、お前に任せた。なんか言ったか。全部戦えてるじゃないか。あの時とはだいぶ違うってことを教えてやるぜ。絶対に許さんからな。お前これから俺はな、ダイコロフト編のな、編集しなきゃいけないんだ俺は。絶対許さんからな。俺はよし、終わり。強すぎる、任せと。よーし、いいぞ、もらう。うわ、走破陣使わなそうだな。だったら離れてんの。俺で俺だよ、俺許せ。じゃあここに魔王に変えるよ。でここにもうソワジンは卒業だ。ここにこれを入れようじゃないか。これでいいだろ。何してくれてんだ。おお、ありがとう。最高のタイミングだよ。ナイス、やばい、来るぞ、逃げろ。よし、突撃。ざけんじゃねえ、バルバノス呼んできやがる。お前絶対に俺は勝つ、俺は勝つ。5678910。くそ、よし、いいぞ。3456789101。もっとやれ。くそ、好きだらけの後ろか、のけぞらせろ。俺はのけぞりながら実況する。いいぞ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 、どんどんいけどんどんいけ。よし、もうこれでいく、もうつなげる戦法でいく。よし、いいぞ。バーガーめ、一生そのまま一生ひっくり返っているがいいさ。俺はこのままいくぜ。よし、いいぞ、この戦法でいったのが確実だ。俺がつなげる、あとお前らに任せた。いいぞ、こら、くそ、わきまえねえよ。わきまえったら俺らはよ、この大地で生きとして生きるための人々のために戦うことができないだろうが。そう、なんだと。おい、嫁だろ。
どうにかしろ。よし、俺がはめ続ける、俺がはめ続けてやる。789、そうはいかん。問題ねえ、問題ねえ。何を食らおうが俺は前に進め続ける。そらまだやれるで。どうにかしろ。ほっ、やばいぞ、危ねえ。だが行く、やばい、ヘルプ。なんだこの技、わけのわかんない技つかみやがって。お前いかにしやがれ。お前わけのわかんないダンジョンに潜んでるだけじゃなくて、そんなわけのわかんない攻撃するつもりか。お前それだけにとどまらずにこんなことをするとは、なかなかいい度胸をしている。貴様、俺の怒りがどんなものかってのを思い知らせてやるからな。うれ、切り刻め、めちゃくちゃに切り刻みまくってる。いいぞ、うるるるるるる。神の目の中で飲み込まれてしまうかよ、お前もの。当たれ、いいぞ、ナイス、頑張れ、リセレクション、ナイス、頑張れ。くそ、このわけなかのハメ技そこに入るんじゃねえ、危なすぎる。よし、5、6、7、8、9、10、11、いいぞ、まだまだまだ、目障りでもなんでもな、俺は行くんだ。なぜならそれが生きるってことだからだ。ふっ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 、いいぞ。そこ、なに、半端ねえ火力がおかしいぜ。くそ、ハメかい、ただのハメじゃねえかこれ。どうしようもねえ、くそが、やばいぞ。そうはいかん、ここに来んな、ここに来んな、くそ、やばい、誰か助けろ。燃えるぜ闘魂、超えるぜ運命。くそ、めちゃくちゃ食らいながら回復している。くそ、ここで、よし、いいぞ、つなげろ、俺もつなげる。上等だよ、待ってきた、よーし、うっとるけ、俺たちのデータミネーションってやつ見せてこい。消えねえ、俺たちは、俺たちは生き続ける。この大地に生きる富として、富ってなんだ、民で、頑張れ、よし、行け、うっとろ。くそ、まだ始まった、やばいぞこれは。やばい、そうはいかん、そうはいかんぞ、俺は絶対そうは、そうさせん。どうにかする、どうにかするしかない。おお、強敵だった、これからも油断できんな。バカな、天井王のこの私が、見たかミクトラ、これが我らの本当の力だ。おのれ、破れるものか、この私がお前たちごときに。神の目を、私にさらなる力を。あれはグリボムと同じことをする気か。そんなことをしても結果は見えているではないか。なんともないわ、そんな。愚かな地上の民になど任せておけるものか。真の繁栄は思考の存在に統制されてこそもたらされるものなのだ。それはお前が神に等しい存在としてこの世に君臨するということか。余計なお世話よ、私たちにそんなものはいらない。神は人の心に自然に合わすべき存在です。俺たちの未来は俺たちが決める、そして自分の足で歩いていく、それこそが
俺たちがこの世に生きる幸せであり喜びだ。お前の指図は必要ない。生意気だ。神の目の真の力を思い知らせてやる。神罰を受けよ。なんだこの光は。さあそれに他のマスターたちを臆してはならん。さよ、主らにはわしらがついておる。任せておけ。今まで培ってきたものを信じて。ああ、もちろん信じてるさ。お前たちのことは。酸いも甘いも共に味わったかけがえのないパートナーだしね。私たちマスターもその他の仲間も皆思いは一緒だ。そう、今度こそ全てを終わらせましょう。なんだよ、やるっていうのかい。準備はできたか。行くぜ。ミクトラちょうどいいぜ。俺の怒りってのはまだ収まってねえからな。真の戦いを始めようじゃないか。プレステ版のこいつはめちゃくちゃ強かった記憶あるかな。果たして勝てるんだろうか。勝つしかねえだろ。超えるぜ運命。いいだけデターミネーション。やってやるよ。逃げろ。やばそうだ。やばいやばいやばい。クソなんだよ。だが突っ込む。嵐の中突っ込むで。5678910111。もっちった。やばい。なるほど、それが仕方がない。パラライだったらポイズン。そして誰かしら私に何かを使ってくれ。いえ、死ぬ。おい、危ねえ。うわ、仕方がねえな。これはなんだよ、この毒ばっか使ってきやがって。ならばこれで。なに、やばいぞ、非常にまずい。まあ、エルキシルも持つ。クソ、俺じゃない。頼むぞ。俺ではない。よし、ウッドラー、俺が止める。よし、頼むぜ。全力で行く。こいつはやばい。もうこいつの目に悪すぎだよ。まあ、ポケモンショックを繰り返すつもりか。お前まずい、撃っとろう。頼む、お前もそれが仕方ない。毒がないぞ。まずいじゃないか。じゃあ交換だ。撃っとろう、頼む、交換。ウトロ、君は犠牲になってくれ。それが重要だろ。そう思うかね。そうだろ、俺たちのために戦ってくれないか。じゃあ頼むぜ、ウトロ、ウトロ頼む。俺はお前の力を信じている。クソ、強すぎる。どうしようもねえよ。だから俺たちはラフィオボトルを使うしかねえんだ。うるせえ、この小虫が完全に狂っている。強くね、やべえ、強え、マジか。ヒヒって。馬か、おめえは。馬は俺だ。馬の称号渡さねえからな。お前ふざけやがって。お前との究極のバトル、いいぞ。俺も行く。いいぞ、頼む、守るんだ。くそ、
ありがとう。なんだこれ、アイテム使ってるのやばいぞ。よし撃ってろ撃ってろ。お前です、お前に全てがかかっている。お前とても重要な役割になってるからな。じゃあ俺も行く。ドゥリア、いいぞ、繋げろ繋げろ。ナイスナイス超ナイス。くそ、あれやばい、俺の目がやばい。あれはなんてことしてくれんだ。お前そこまで俺に嫌がらせするとはな。お前ダンジョンで俺に嫌がらせをして、さらにそこで俺の視力の嫌がらせをしてくるというそういう算段か。貴様それで許されると思ってるのか貴様。そんなことが。ふざけんじゃねえこの野郎。馬の称号渡さねっつってんだろ。のけぞりながら実況する、それが俺のデトラミネーションだ。ふざけんじゃねえぞこの野郎。絶対に負けねえからな、絶対に。貴様とはきつです。なんとテンションだけんだお前は。ああ、ヒヒヒ、燃えろ、もう一発。あ、それ俺だ。うわあ、俺の目にダメージがいく。やってくれるじゃねえか。早く。それは足りん。撃とろ。お前には大事な役割ってものがある。いけ。よしと、よしいぞ。頼む。いやもっとだ、まだ足りん。撃とろ。お前が要となっている副リーダーとして頼むぞ。よし、いけ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 、どんどんいけ。くそー、それがいいから、もう離れるしかない。これは俺はそうはいかん。大丈夫で撃っとろ。俺たちはまだやっていける。いいぞ、頑張れ撃っとろ。よっしゃ来い。俺も行く。覚醒しろスター。うるせえこの格子どもめ。よし来い。お前の非容疑最小限まだ一回見てねえぞ俺。うしいぞ、はめろ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 。なんだこれ。おお、そばいか。ねえ、そこで負けないのが俺の運命。運命なんてものは破壊してのものだぜ。俺はまだまだ諦めてないぜ。うるせえ、くそ、頼む、ありがとう。ナイスタイミング。やばいやばい。よし、なんというテンション。ちょっと待って、レーズレット使ってんだろ。やばい、ならばルーティー、いける。くそ、手は出させんぞ。やばい、アーガラス使う。ふ、効かないじゃないか。頼むぜ。ヒヒヒヒンじゃねえんだこの馬対決。俺の勝ちだって言ってんだろうが。よし行け、どんどんやって。よし、いいぞいいぞ、めちゃくちゃいい感じ。逃げる、いや、くそ、ダメだ、避けない。ナイスナイス、ありがとう、助かった今すげえ。ナイス、めちゃくちゃ行くぜ。行け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 。ナイス、もう一発。よっしゃー、燃えろ。いいぞ、どんどんやれ。くそ、俺も行く。お前ら回避しろ、やばすぎる。
ナイス。何度までこんな接近戦してんだ。よっしゃ、そう、いけ。あー、くそ、危ね。よしよしよし、どんどん行こう、どんどん。くそ、いかん。危ねえな、これからつってんの。よし、いけ、撃っとろ、お前やるじゃねえか。どうして、どうしても起こしてもねえ、俺はできるんだ。それでもやばそう、なんか吸い込まれてる。なんだ今の、エクシー、なに、やばい、ヘルプヘルプピーポー、ありがとうピーポー。こいつそんなに固くはない、脆いぞ、どっちかすると。逃げる、やばいぞ、こいつの負けなかったことやる前にとっと終わらせないと。自分で隠しろ、お前。そう、これやばい、これめちゃくちゃやばすぎる。あー、俺が入っちまった、頼む。まずいぞ、これはやばい。ここから立たせないと、やばい。来ると思って、頼むぜ、逃げろ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 。よし、ここで、なんだこれ、お前そら卑怯だろ。どうする、これ撃っとろうだろ、撃っとろう、頼む、これ卑怯だって。ここでやらせるわけにいかん。よし、よし、なあ、間に合った。よし、やばいぞ、相手も結構やばくなってる。あー、くそ、これはやばい、あ、これいけ、やべえ、ライフボトルまだある。マジかよ。いけ。よかった、フリア。最高だぜ。ならば、俺は多分やられると思う。あ、生きてんのか俺、やばい、意味が分かんねえ、何、今がチャンス、終わらせる、いけ、よし、いいぞ、滅びよ、惜しいぞ、いいか、いく、マラタニ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 、ガード。チャンス。いいぞ。ガード。こっちか。うし、げ。燃やしてやるよ。
何？は？ざっけんじゃねえ。やべえ。やばい。
Yeah!
奇跡を。ごめん、繰り返しましょう。助かる。ダイスよ。ストーンブラスト。ホームランを倒しましょう。チャンス。うわ絶対出す。すぎる。やべえ、私たち勝ったんだ。お前らなんか冷静なんだ。お前らよーし、もう安心だな。ウッドロー様、私嬉しいです。最高の曲を作れそうな気分だぜ。それじゃああとは神の目を。この揺れはいかん。おそらくダイクロフトが効果を始めておるのじゃ。このままでは外角ごと地上に激突する。なんだと、外角ごと。それじゃ元も子もないじゃない。ここまで来て意味がないわよ。どうにかできないんですか。かくなる上は最後の手段を取るしかないわね。みんな話がある。神の目の前、事態を打開する方法が一つだけある。神の目を破壊することだ。神の目を。今の俺たちならできる。信じろ。手短に手順を説明する。まずは我ら4本のソーディアンを神の目に突き刺すのだ。その後我らは我らのコアクリスタルと神の目を共鳴振動させる。それにより神の目を内部より破壊し、連鎖的に外角までも崩壊させる。神の目がなくなれば外角の維持も不可能になるはずじゃ。こうすれば地上の被害は食い止められるわ。スタンたちは我らを突き刺した後、速やかにここを退去しろ。神の目が破壊される際は凄ましいエネルギーが放出される。ダイクロフト、神の目ごと吹き飛ばしてやる。待てよ、それじゃお前たちは永遠のお別れということになるの。そんな、これしか手はないの。分かってちょうだい。あんたたち、まさか最初からその気で。私たちの決心を鈍らせないためか。
そんなダメだ。せっかくここまで来たのに、最後の最後でそんなのありかよ。一緒に元の世界へ帰ろう。何か他に手はあるはずだ。この大馬鹿者が。お前が決意を鈍らせることで地上が滅びるかもしれんのだぞ。でもソーディアンマスターとしてなすべきことをなせ。さんでは私から行こう。私との付き合いは短かったが、よく今まで我が王家に仕えてくれた。感謝するぞイクティノス。ファンダリアに栄光ある。ウッドローに幸あれ。あなたに教えていただいたことを私は一生忘れません。お礼を申し上げますわ、クレメンテ。達者で暮らすのだぞフィリアン。考えてみればあんたとも長い付き合いだったわね。今までありがとう。あと愛と妹ができたみたいで楽しかったわ。いつまでもそのままでいてねルーティ。もはや我が言うことはない。お前を信じている。本当にこれしか方法はないんだな。そうだ。いいのだよスタン、我らは長く生きすぎた。不謹慎な言い方かもしれないけど、お前と旅ができて楽しかったよ。我もだ。世話のかかる者ほど愛着が湧くというのは本当だな。我は思うのだ、お前との出会い、その後の変遷を経て今に至る過程こそ、まさに一片の運命の物語だったのかもしれない。この世界の未来をお前に託す。我がマスタースタン・エルロンよ、さあ最後の使命を果たすのだ。リリス、お兄ちゃん本当に寝起きよくなったね。いつまでもリリスに面倒はかけられないからな。それはそれでつまんない。それに今日は特別な日だから、いつもよりも早く起きたんだよ。そっか、
みんな集まるといいね。そうだな。よーした、元気そうじゃねえか。コングマンこそ。こうしてまたみんなと会えて本当に嬉しいよ。あれ、ウッドローさん、ヒゲを生やし始めたんですか？皆が勧めるのでな。どうだ、少しは似合うかな？ええ、かっこいいですよ。長くなったらもっと良さそうですね。ですよね、ですよね。ウッドロー様はやっぱり最高です。チェルシーは今どこに？相変わらずおじいちゃんと一緒です。弓の稽古に花嫁修行、切磋琢磨で準備万端です。で、マリーさんもお変わりなく。よかったら今度はサイリルに遊びに来てほしい。ダリスもお前と会うのを楽しみにしていたぞ。いいですね。ノイスタットへ来たら俺様の闘技場にも顔を出すよ。コングマンは相変わらずチャンピオンのままか？当たり前よ。俺様の強さは永久不滅だぜ。ジョニーさん、名付け親の件は？よく覚えてたな。女の子だったんで俺の母親の名を贈呈したよ。きっととびっきりの美人になるぜ。フィリアは少し雰囲気変わったかな。なんだか大人っぽくなったような。そうですか。自分ではよくわかりませんけれど。フィリアさん、ますます素敵です。どうも。あれから1年か。1年経ったら自分の家でみんなとまた会いたい。スタンさんから提案を受けた時は実現できるかどうか心配でしたけど。みんな暇だったってことだな。世界が平和になった証だろ。ルーティー来てないか。誰を探しているのかな、スタン君。いや、ルーティーいるかなって。でもきっと来ないですね。どうしてそう思うんですか？だって1年前もいつの間にかいなくなってたし、あの返事だって結局うやむやだもんな。それで？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 なんだなんだ？みんなして何か企んでるみたいな。それで？結局何よ？ルーディ、あ、やった！ワンピン！どこから出てくるんだよ！どこからでもいいでしょ。まったく、あんたも情けないわね。なんで私が来ないって決めつけるわけ？それって私に失礼じゃない。あんないなくなり方したら誰だってそう思うよ。私にも都合ってもんがあんのよ。せっかく準備してきたってのに。え、それって？というわけで1年前の返事今からするわね。お集まりの皆さん、私ルーティーカトレットと横にいるスタン・エルロンは今日から一緒に旅に出ることになりました。この先どうなるか分かりませんが、今後ともよろしくお願いします。ほらスタン、あんたも挨拶。どうも。頑張ってくださいね、スタンさん、ルーティーさん。君たちの活躍を楽しみにしているよ。元気でな。困ったことがあれば俺様のところへ来い。ま、すべからくタイミングさ。お二人ともお似合いですよ。いや、これはその、なんていうか、まあ。前略。あれから世界は復興へ向けてゆっくりと歩んでいっています。外郭崩壊の影響は大きく、世界が元通りになるまでには長い時間がかかりそうです。これからも俺たち人間は道に迷ったり失敗したりするでしょう。苦しい時もくじけそうな時もあると思います。
それでも俺たちは、俺たちだけの力で生きていかなければなりません。未来を託されたことの責任を果たさなければと思います。頼りなくて心配でしょうが、どうかこれからもどこか遠くの空から俺たちのことを見守っててください。リオン、リトラ、シャルティエ、イクティノス、クレメンテ、アトワイト、そしてディムロス、かけがえのない友達へ、旅の空の下から、スタン・エルロンより。
そう、なんかね、裏ダンジョンっていうのがあるらしいんだよ。で、なんかその聞いた話だと、なんか俺が会いたいやつが 俺が会いたいやつが、その裏ダンジョンにいるらしいのね ただもう、ミクトランだあれでしょ。ミクトランだあの強さでしょ。裏ダンってもっとやばいんじゃないの。こっちはなんかもっといろいろ情報集めてやってもいいのかな。それともなんかまあ、まあがね、まあそこら辺はちょっと多い。あ、でもレベル上げようと思う。まあ一応やるつもりではいるんだけど、やりたいなと思ってるんだけど、まあいつになるかちょっとわかんない。いや、凄まじいゲームだったわ。でもなんかあんな、ラスボスですごい白熱したっていうか、白熱したのはなんかもうか、てかもう俺が今まで実況やったから結構なんか本当に上の方に食い込むかもしんない。強すぎるもん、マジでなんか。というね、まあ、ミクトランですね。恐ろしいですね。恐ろしかったよ。まあ、本編はこれでおしまいかな。まあ、隠しダンジョン編はちょっとやるつもりはいるんだけど、もしなかったらもう、さしてくれ、そこら さしてくれ。一応、頑張ってみるよ。では、ここまで見ていただいてありがとうございました。まだどっかでお会いしましょう。セクソチン、ステイデターマインド。